全然そんなことないよ。私結構こういうテンションで話すので、全然私から話すし、話すことなかったらぜひとも来て、待っております。遅れたけど昇格9周年おめでとう。ありがとう。そうなんです、実はこの間、いつだっけ、一昨日ぐらいかな確か昇格9周年昇格して9年経ちまして、いや懐かしいですね。昇格の時にあのレモの9年前なのか、すごい最近に思うけど、そりゃ時も経つわ。9年経ちまして、昇格が全てじゃないのでこれからも頑張りますみたいな一丁前なことを言ってましたよ、9年前の私。懐かしい。そうで、リップとか塗った方がいいかな口の色もないしやばすぎる。なんか最近は皆さん何してますか、何をしてらっしゃいますか。チーム4だって、そうチーム4に昇格しました。当時懐かしいどうやってた。あ、彼女間動画見てる、ありがとう。そうなんですよ、今 M&S のツイッターで彼女間動画をマネージャーさんに会うたびに撮っていただいてて、それをちょこちょこ載せてるので、昨日も仕事の合間に、昨日だっけ、昨日か、桜並木があったので彼女間動画を撮ってもらって、ぜひ見てみてください。前週、あ、デナッチのいない目撃者公演、いないんかい、いる公演もぜひ来て。髪色かわいいってめっちゃ言ってくれる、嬉しい、ありがとう。ちょっとでも抜けてきちゃって、もうこことかも結構黒いから、近々またあの病院に行ってここだけでも染め直そうかなと思っています。スイッチのゲーム何やってますか。スイッチのゲームはスプラトゥーンと、あとあれフォートナイトと、入ってるのはドウモリと、最近あんまやってないけどドウモリとマリカとテトリスが入ってる。でもやってるのはあれかな、あのスプラトゥーンとフォートナイト、基本フォートナイトが多いです。フォートナイト民を増やしたい。スマホのゲームあんまやんないですね。ドラクエ難しそう。ドラクエってなんか進めてくやつ口紅はちょっと諦めた、なくて。でラッチでもメイクするのめんどくさいと思うことありますか。めんどくさいと思うこともありますけど、でもあと気分によるね。なんか人と会う時とかはめんどくさいよりも楽しい。なんかそのメイクをして、今日はこの服にこういうメイクしようっていうのが楽しいが勝つから、あんまめんどくさいとは思わないですけど、でも思う時は思うよね。なんかピタッと貼れたらいいのにとか思う、肌とか特に。なんかアイシャドウとかアイラインとかはあの日によって変えたりとかするけど、だいたいベースメイクって一緒じゃないですか。女の女性の方わかると思うんだけど、だからなんかそのままペタッと貼れちゃえばなとかは思う。コンビニ行くときメイクしますか。コンビニ行くときはしないです、さすがに。コンビニだけだったら。でランチの写真集毎日見るぐらい気に入ってるんですけど、この感想を聞いてどう思いますか。嬉しいですよ、写真集今でも見てくださる方が。あれもだって3年前とかですもん。ありがたい、ありがとう。毎日見てくれるなんて、ぜひとも毎日これからも見てください。バターアイス食べました。なんか
ツイッターで見た気がする。バターの形したアイスだよね。食べてみたい。ショールームやるの10年ぶりですか？そんなぶりじゃないよさすがに。なんかでやってるよ、急にやるからねショールームって。明日なっつんと会えるの最後。そうじゃん、明日なっつんの私の大親友の小島なつきちゃんの明日は本当に最後のイベントじゃない？悲しいね。だってなんかさすごい考えるんだけどさ、私とかはさ別にナッツにさあのこの芸能界をね卒業やめちゃったとしても会える機会あるけど、本当にファンの方ってもうイベントがない限り会う機会ないわけじゃないですか。ナッツが今後何やるかわからないけどね、芸能でない限りさ会う機会ないってめちゃくちゃ悲しいよね。絶対ぜひね、あのもしここに行く方がいたら目に焼き付けてほしいなって思いますね。髪サラサラ、そうあのこれ今アイロンねあのかけてもらってたからサラサラなんですよ。お、あすごい先週ナッツに会ったよ。お、イベントかな。お、焼きつけるって人いる。ぜひとも焼きつけてきて。あとあれですよ、ナッツンの最後の写真集になんと対談ページ作っていただきまして、対談する機会をいただきナッツンと2人で対談したので、そちらの方もぜひチェックしてみてくださいませ。結構素の私たちで話してたからどういう感じにまとめられてるのかが全然わからないんだけど、ぜひ見てください。元気ですよ。皆さんはお元気ですか？公演お疲れ。ありがとう。そうなんです、今日公演だったんですよ。お風呂の話面白すぎた。なんだっけお風呂の話って、なんだベースメイクが一番めんどい。めんどいってかね、大変よね、わかる。ルナッチがおすすめしてくれる映画全部最近見てる、嬉しい。そうなんですよ、あの私公式のあの LINE があるんですけど、加藤レナの LINE があるんですけど、その LINE であの毎回っていうか、まあ、ちょこちょこ見た映画を書いてって、こういう感じの映画ですよみたいのをおすすめしてるので、もし映画が好きな方がいましたら私の公式 LINE をぜひ追加してください。公演行きたい、ぜひ。ちょっとずつね今増えてってるし、8人公演のチームごとの公演が増えてるので、ぜひとも。なかなかねでも人が少なかったりとか来れる状況じゃなかったりとかするから来るの難しい方いると思うんですけれども、もしお時間あったりしたらぜひお待ちしております。公式 LINE 読んでます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。まずは当てないと、確かに当てることから。地方だから難しい、そうですよね。じゃあぜひねオンデマとかでもやってるので、ぜひチェックしてみてください。お、嬉しい。最近ナッチのことが好きになりましたって書いてあるけどさ、中西姉妹しか勝たんっていうあれだよ。調理師お話し会も参加します、ありがとう。ぜひ待っておりますね、千織の悪口を言おうぜ。劇場公演のレナッチさん好きなので行きたいです、嬉しい、ありがとうございます。ぜひとも1日行こうと思ったけどレナちゃんいなかった。そうなんですよ、ちょこちょこいない公演もあったりして、であと伝えたいことがあって、多分ですけどね、多分っていうか言っていいのかなこれ、
私の生誕祭やる説あります。今月今月来月4月、去年の分ですよ。去年の7月のだから23歳の生誕祭、絶対みんな大変じゃない？マジかって。そうだよ、私しかもさ、もしやったとしたらさ、もう4月じゃん、もう3ヶ月後にはさ次のさ生誕祭じゃないですか。だから結構ファンの人大変じゃないかなって思ったんだけど、なんか結構みんなやってるっぽいので、やらないとっぽいですって言われて申し訳ない。だからここだけの話、生誕やります。言っていいのか知らない、もう言っちゃったもんは言っちゃったから、シーランペ。やっぱさ、でも準備とか必要じゃないですか、ファンの方も。だからなんかで言わないとって思って、ショールームだったらね、ちょっとこういうホーム感もあるし。そうだよ、もうあと3ヶ月で、そのもし4月に生誕されたとしたら、あと3ヶ月でもう24歳になるのにさ、23歳の違うよ、22歳の1年はどうでしたかって聞かれて、23歳の1年はどうしたいですかって、もう3ヶ月しかないのに。そうなのよ。なのでもしお時間ある方とかいたら、ぜひ遊びに来てくださいませ。さらっと言ってみた。自粛期間中に好きになりました。インスタの質問箱もいつも質問箱でも言ったんですけど、憧れです。嬉しい、ありがとう。ありがたいですね、ありがとう。あ、もしかしてさらっと大事なこと、大事なこと言いました。さらっと大事なことを今言いました。4月に生誕祭やります。ごめん、ファンの皆さん、本当に言ってくれた方が助かる。いや、そうかなって思って、もうしれっと言っちゃおうって今思いついた。いろんな人が慌ててる。そうだよね、だってさ、また3ヶ月後にもさ、もし公演あったらやんなきゃいけないんだもんね。申し訳ないよ。あ、いた、嬉しい、会いたい。マジで助かります。日程は多分、これから出ると思うので早めかも。ぜひとも、なんてなんて、30歳まで AKB にいてほしい。30歳はいないかな。青のほくろかわいそう、ずっとあるの、ここ席数増えないかな。確かにね、今ね少ないですもんね。またね落ち着いてお客さん入って、しかもコールもできてっていう公演が本当に待ち遠しい。今日公演来ました、可愛かったです、嬉しい、ありがとうございます。ありがたいです、そう言っていただけて。リナッチがもう24とな、もうやばいよ、24になっちゃうんですよ。私だって入った時12歳だったのに。びっくり。最近ファンになりました、嬉しい、ありがとう。最近なんできっかけなんだろう。逆にありがとうございますね。私何分から始めたんだろう。人生の半分 AKB ってすごいね。そうだね、約半分はもう、でも12歳の、小学生の終わりぐらいで合格して、多分デビューとかしたの中学生かな、中1だったんで、でも13歳とかか、約人生の半分を過ごしております。あ、嬉しい、優しい、21分から始めた私、なるほど。じゃあ30分だったら50分ぐらい、55分ぐらい、50分か、
あと5分ぐらいってことか。14歳から好きだよ。本当嬉しい。めっちゃ長いじゃん。ありがとうございます。これからお風呂に入ると、あ、博多弁ですか。入るとですよ。これからお風呂に。走れペンギン、懐かしい。確かに懐かしい。えなっちが15歳の時に握手してもらってファンになりました。やばいじゃん、嬉しい。ありがとね。これからもファンでいていただけるよう頑張ります。 MT に捧ぐスタジオライブ好きになりました。 AK ビンゴの、やったね、やったわ。しかも私歌い出しやった、もしや違うか。ゆりやちゃん誰だっけ、あの時なんか私歌い出しだったかも。懐かしい。やったやった。あ、いいね。僕も人生の半分 AKB48 押してるよ。最高。写メ会きっかけで好きになった。おー嬉しい、ありがとうございますね。ああ昇格できなくて泣いてるレナちゃん見て好きになりました。ありましたね、あの時は。そう思うと昔めちゃくちゃ悔しいことばっかあったなって思うな。まあ今もねもちろんあるけど、昔の方がなんか純粋だったし、今も純粋ですけど、なんか一生懸命やって毎日レッスンして頑張ってるのにって思ってた。懐かしい。アメリカから応援します。あーハロー、 Thank you、 嬉しい。ルネッチが生きてるだけで幸せ。あらありがとうございますね。ルネッチ同い年。お、23歳、4歳の年、97年生まれだ。ありがとうございます。ピザの CM で一目惚れした。懐かしい。間違えちゃいましたってやつね。やってたやってた。懐かしいなぁ。そう考えるといろんなことがありましたね昔は。皆さんはさっきも聞いたけど最近何してますか。お仕事とかで学校とかお忙しいでしょうか。この間専門学校卒業した、おめでとう。就活頑張って。なんてなんて、今日は仕事休みでした。お、じゃあゆっくりできましたかね。今日大学の卒業式でした。お、おめでとうございます。仕事生きる日々、いや本当にお疲れ様です。仕事大変よね。春休みで初めて髪染めました。おお、いいねいいね。楽しいよね、初めて髪染めた時ってなんかテンション上がりますよね。上がる。1回目で私めちゃくちゃ金髪みたいな色入れたな確か。さっき仕事終わったらお疲れ様。伊豆田里奈と入山アナ呼んで10期間やってほしい。確かにもう現役でアイドルやってるのはもうその3人だけですもんね。10期でみんな来ないんだよ。でも入山さん日本に帰ってきたか。今伊豆田さんはね遠いので会わないですよ全然。伊豆里奈元気かしらね。レナって最初めっちゃ明るい茶髪だった。そうそう、1回目でめちゃくちゃ明るい色入れちゃってとか意図的に入れたんだけど、そう
初めてルナッチのショールーム来ました。あら、ありがとうございます。嬉しいです。初めまして。グローバルな10期。ほんとよ。みんな海外にいるから。私はアイドル11年目ですね。この間10周年だったんで。金髪好きです。あ、ほんとですか？初見です、初見です。初めまして。あら、いっぱい初めまして。ありがとうございます。加藤玲奈です。ただ、あともうすぐ終わっちゃうけど。あ、僕も初めてです。ありがとうございます。皆さん、じゃあ、もう寝るよね。みんな。私もお風呂入らないと。皆さん、急に。ショールーム始めて、しかもさらっと4月生誕やりますよってちょっと発表して、そんな配信でしたが、楽しんでいただけましたかね。そしてぜひ4月もし生誕やるよってなった時には、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてオンデマもぜひ見てください。ということで、またいつかショールームでもインスタライブでもやりますので、遊びに来てくださいませ。私はお風呂を沸かして寝たいと思います。これさ、ちょっと待って、私またこのさ、順位の呼び方がさ忘れちゃったんだよね。こっちからあバランって変わってからにするね。じゃあいつも読んでるうちに変わるとあれなので、やばい、もうみんなおやすみって言ってる。おやすみ。ちょっと上位がワンって変わったら配信やめます。終わります。13位からね。 OK ね、変わったら読むわ。読んでるうちに変わっちゃうのさ、ちょっとあれよね。見れて嬉しかった、ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。お風呂からは配信はしないよ、さすがのさすがのさすがに。なんてなんて、時間にシビアですね。シビアですか？嘘。もう11時になったらみんな寝るかなっていう。そうだよね、11時やね。もう5000人。あら、ありがとうございます。こんな30分のあれで。ルナッチの声のトーン好き。最近ね、ほんと声を褒めていただくことが多くてめちゃくちゃ嬉しい。ありがたい。あら、ルナッチの声落ち着きます。ありがとう。ルナッチ結婚して、なんでやねん急に。あ、変わった？嘘。私のファンの皆さんはさ、てかこのショールームに来てくれる皆さん優しいよね。時間教えてくれたり、変わったよって言ってくれて。でも変わってないよね、これ変わった変わってない気がする。気のせい。髪の毛ピンクだよ。タイプです。ありがとうございます。顔が好き、ありがとう。こんなスピダルにありがとう。ギャル、ギャル強い。ギャルじゃないよ。え、変わったこれ。あ、今変わったってことね。オッケーオッケー、ありがとう教えてくれて。ではでは、読ませていただきます。え、上位は変わってないってこと？上位も変わるの？変わってないってことは変わってないってことだよね。 OK。 13位、幸太郎さん、ありがとうございます。12位、みずきさん、みずきちゃん、ありがとう。11位、いけっちさん、ありがとうございます。10位、セルライトさん、ありがとう。9位、 Dなんて読むのこれ。 D の次何？読めない。誰か help me。 D の次なんて漢字これ、なんて読むんだろう。 D さん、とりあえずありがとうございます。9、8、つっちー、アットマーク、教えてくれてありがとう、お、ありがとう。生誕のこと？ありがとうございます。あ、字かな？子かな？リージさん？ありがとうございますね。
瀬田祭お願いします。8、7位、ゆうにゃさんありがとうございます。7、6、6位、国家試験勉強中頭マーク台湾寿さんありがとうございます、頑張って。6、5位、ひなこさんありがとうございます。6、5、4位、やべっち後マーク公演楽しすぎたありがとう今日ね、ありがとうございます。4、3位、やまっち後マーク今日はお見送りでうんてぃが受けてて嬉しすぎた。そうだよ、みょうさんが私の T シャツ見て、ファンの方が着てるのを見て、あれ何の T シャツって言うから、私が、あ、うんちが頭に2個ついてる私の生誕 T ですって言ったら、やだ下品って言われた。みょうさんにそんな会話をしました。3位、筋肉さん後マーク、毎年花粉症に苦しむナイーブな自分に優しいお言葉を。かわいそう花粉症。でもね、残念ながら私花粉症じゃないから全く気持ちがわからないの。花粉症、薬飲んでマスクしてメガネして頑張って。2位、じっちゃん後マーク公演楽しかったよ、帰宅中です。あら、帰宅中にありがとうございます、見てくださって、また公演遊びに来てね。ということで皆さん、すいませんね、ババババババって読んじゃいましたが、見てくださった方ありがとうございました。ぜひともまたインスタライブとかショールームとか頻繁にやるようにしますので、ぜひ遊びに来てください。短い間なのに見てくださってありがとうございました。みんな暖かくして寝てね。ではおやすみなさい、バイバイ。